Welcome to Happily Ever After Podcast episode number 169今日のゲストはオーストラリアで看護師をされているチャコナさんです。チャコナさんは大学卒業後、日本の企業でお勤めをされていたんですけども、なんと32歳で栄養士になると決意して、そこから短大に入学されました。ここまでのストーリーもすごいんですけど、その栄養士になると決めた経緯とかもすごいお話なんですけども、なんとですね、その後、 海外で栄養士になることを目指してニュージーランドに行かれるんですがそこで途中で看護師になるって決めてオーストラリアで看護学科を卒業して現在 ICU の看護師として就職されていますなかなかすごいライフストーリーの持ち主なんですが多彩な方で私が彼女を知ったのはインスタグラムの イラストでストーリーみたいなあのイラストでいろんなライフストーリーを書かれてるんですけどそれがすごい面白くてですねそこに引かれてちょっとインタビューをお願いしたら快諾いただいたっていうすごく面白い方なのでぜひ最後までお楽しみください <music> こんにちは キャリアとビジネスのサクセスコーチユリです私は使命や人生の目的とつながって自分の人生を最大限に充実させたいと思う女性のお手伝いをしていますこのポッドキャストは今モヤモヤしていたり今の状態にはある程度満足しているけれどもっと大きなこと次のレベルで何かできるんじゃないかなって思っている女性のヒントになればという思いで配信しています 私たちは一人一人素晴らしいギフトをもらってこの世に生まれてきましたそのギフトを生かすことによってパズルのピースみたいにこの世の中で自分なりの役割を果たすことができます内面の世界を良くしていって充実させることで私たち一人一人が現実を変えていき周りの人世界にもいい影響を与えていくことができますソロエピソードではコーチング NLP 瞑想マインドフルネスヒプノセラピーなどに基づいた マニアックな意識や自己啓発に関する話をしていますインタビューエピソードでは世界で活躍する女性のライフストーリーをお聞きしていろんな生き方、働き方そして自己実現の仕方があるということをお伝えしていますこのポッドキャストを聞いて一人でも多くの方が元気になったり前向きに行動できるようになると嬉しいです 今日はオースストトラリアで看護師ををさされてていいるチャコナさんをゲストにお迎えしていますチャコナさんは大学卒業後日本の企業でお勤めをされていましたが32歳で栄養士になると決めて短大に入学されましたその後海外で栄養士になることを目指して留学されますが途中で看護師になることを決意オーストラリアで看護学科を卒業し看護師として就職されました 現在は看護師をしながら国際結婚生活や医療英語など様々なトピックをイラストにしてインスタグラムで発信されていますチャコナさん今日はどうぞよろしくお願いしますどうぞよろしくお願いします初めまして初めましてチャコナさんのイラストすっごい可愛いい, <laughs> い,いし面白い面白いですよねすごく <laughs> あ本当ですかもう、うん、あの関西出身なので面白おかしく 関西出身なんですね。<laughs> なるほど、はい。もうベタベタの大阪です。あ、なるほど、なるほど、なんかね、はい、あの登場人物が濃いとか思いながら。<laughs> そうですよね。何でもネタにしちゃう。あ、そうなんですね。じゃ、ちょっと、はい、チャコナさんをご存知ない方のために自己紹介をお願いできますでしょうか。あ、はい、わかりました。皆さん初めまして。オーストラリアで看護師をしているチャコナと申します。 日本での看護師経験は全くなくて、35歳の時にオーストラリアの大学へ留学して、37歳で看護師として働き始めました。現在は病院の集中治療室 ICU で勤務しています。先ほどもご紹介いただいた通り、インスタグラムでオーストラリアの看護師の生活とか、メキシコ人を <laughs> ですね、メキシコ人の夫がいるんですけれど、この生活をイラストにして描いているので、ご覧いただけると嬉しいです。でまた、チャコナの医療英語インオーストラリアていうポッドキャストも時々あの不定期なんですけれども、更新しているので、どうぞあの興味のある方は聞いてください。今日はどうぞよろししくお願いしますありがとうございます。 ポッドキャストあの、うん、質問に答える回をこの前聞いてたんですけど<あ>すっごいいっぱい質問が、はいはい、すごいいろんな方がお聞きになってて面白いですよねなんか看護師さんもいっぱい聞いてらっしゃるみたいだし、うん、そうですねおそ、うん、らく看護師の方が多くて日本で看護師されている方でちょっとこう外国で看護をしてみたいっていう方が多いですかね質問あそうなんですねはいて。う それをなんか一つ一つすごく丁寧に答えてらっしゃってます。<笑><笑>ありがとうございます。<laughs> でも私で役に立つなら何でもさせていただきます。<laughs> <laughs> えっと、チャコナさんは現在は看護師さんなんですけど、看護師デビューは何歳の時だったんですか、うん、デビューは37歳ですかね。37か38、ね、37だったと思います。はい。で、じゃ代今代、ね。7年目で。年目。 はい。じゃあ20代は日本でお仕事をされてたんですか、うん、そうですねちょっといろいろ変入変入とかがあるんですけれどまず最初高校卒業して短大に入ったんですけれども日本の短大に入ってそれをまあ卒業した後に少し働いたんですがもうそこからこの 短大から卒業して働いて全く何も考えずに卒業したのでこの将来がなかなか見えないなと思った時に周りを見ると4年生大学に行ってる人たちはまだこうあと2年も考える時間があるということで、うん、今ちょっとあの編入してみようかなと思って大学に編入したんですね。で、まあ、そこで日本の大学を卒業してからアメリカの大学に編入して、えー、そこから卒業して日本に帰ってきて。 え、そうですね、二十代の二十六歳ぐらいですかね、から働き始めました。え、まずは、はい、そうなんです。あの大学院の教授の秘書のような形で。そうなですよ。そうなん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 です。すごいと思って、びっくりしました。はい、吹田の、あの、とある大学院で、ま秘書というか、あるプロジェクトが。 ありましてそのプロジェクトのコーディネーターというのでもともとアメリカの大学ではパブリック・リレーションズという学科、ね、マスコミのパブリック・リレーションズという学科を卒業したので、まあ、それを見込まれてそのプログラムのの広報とかコーーーディネーターを任されましたでその大学院の仕事を終えた後に東京の広報の代理店で就職しましてそこでずっと勤めてましたね。 のお仕事をさえさんですねはいそうなんですのお仕事ってどかなかちょっと広告とごっちゃになることがあるんですけれども、まあ、例えばあの何かこう物を売りたいって言ったら広告だったらテレビとかね CM の広告を買うんですけれどもその時間帯をだけどまあ例えば広報だったら記者会見とか、ね、メディアの方たちとあの強いつながりがあって。 でまずこう、まあ、物を売りたかったらこうその物を、まあ、食べ物だとしたら、まあ、ちょっとシェフを雇いましてそのシェフにあ,のあるレストランも借りてそのレストランでそのシェフと共にその食べ物を使った新しい料理を出してもらったり、まあ、栄養士の方に来ていただいてこの食べ物の良さをアピールしていただいたりして、うん、それをメディアの方をあのご招待して見ていただいて新聞や雑誌に書いていただく。 っていう仕事とか、まあ記者会見とかもあのオーガナイズしたりとか、まあ例えば記者会見でどういう話し方のトーンで、どんな服を着た方がね、うん、見ている方にいい印象を与えられるかっていうのもいろいろこうコーチングしたりとかしてましたね。あ、そうなんですね。面白いですね。はい、はい。なんかいろいろ本当に多岐にわたるんですよね。なんか一言ではこう言えないような一言 <laughs> ではね、うん、なんかなかなか表現が難しいような。 うーんはい仕事ででとても面白かったですアメリカの大学に留学されていた頃にロンドンでファッションのインターンをされた時のことがイラストで書いてあってすっごい面白かったんですけど、はい、<laughs> あれはどんな <laughs>、ねはい、ちょっと読んでたらこう、うん、プラダを着る悪魔みたいな感じなのかなと思うなんですよね。<laughs> あのこのインターンシップはアメリカの大学に通っていた時にイギリスでねあのインターンシップをしながら大学の単位が取れるっていうプログラムがあったんですよ。でそれを利用したんですよね。で日本の大学にいた時にあの夜間でまあファッションデザイナーを養成する専門学校も行ってたくらい当時はかなりファッションに興味があったので。 あのまあ、ちょっとそれはね挫折しちゃって諦めちゃったんですけれどロンドンにあるその服飾ブランドのプレスのインターン生として半年間ほど勤めさせていただきましたでその、ね、当時の経験なんですけれどもアメリカの、ね、英語に慣れきってしまった私はもうイギリスの英語がとっても分かりにくくてまたまあファッションなので、まあ、フランスとかもいろんな国から、ね、電話がかかってくるんですけれども でまあ、そのインターン生が、ね、電話の当番なんですけれど各国の、ね、有名な雑誌の編集長さんを含むこう名前を聞き逃してはいけない人たちリストみたいなものがあったり、うん、あの上司に回してはいけない人リストみたいなものがあるんですね。<laughs> <laughs> <laughs> でまあ、まずその有名な方の名前を聞き直してはいけない名前を2回聞いてはいけないっていう方のリストを覚えられなくて、まあね、こうフランスの名前とかもすごく難しかったんで私にとってそれを、ね、聞き取れずに何度も聞き返してちょっと大問題になってしまったりとか本当に「プラダを着た悪魔」という映画を字でいくようなかなりあのひどい仕打ちを <laughs> 先輩のプレスから受け続けてね あのいい思い出はなくあのファッションの世界から手を引くことを決めました<笑><笑>、まあ、でもこれはね本当にあのもう私の英語力とファッションへの情熱やね知識がもう周りのインターン生よりもかなり中途半端だったということを痛いほど身にしみた出来事だったのであのファッションの世界がそうというわけじゃなくてただ私の性格や私の情熱に合わなかったっていうものですねきっと。<laughs> な,るほどなんかエミリーゴーストゥファリスの、はい、あの女の子みたいですね。うん、そうもうあそこまでぐいぐいいけるね、<laughs> とっても綺麗な方だったら大丈夫だと思います。<laughs> 面白いですね。えで、そのあと、うん、まあ、その面白いので、詳しいお話はイラストで読んでいただきたいんですけど。そうですね、はい。インスタグラムでどうぞ <laughs> 読んでください。<laughs> うん、で、えっと、広報 でもう結構華やかなお仕事のすごいそういうイメージがあるんですけどそこからなぜ30代で栄養士になろうと決めたんですかうん、もう本当にあのいろいろな出来事が私の背中を押したっていう 感じがすするんですけれどま,あのまずまあ代理店で働いていた時に私がちょっと携わったのが、まあ、とある外国の果物だったんですけれどねなかなかあんまり日本では知られていないでその果物を広報してくれって言われた時にレストランとかそのメディアのアピールをする時に栄養士の方をやっとわせていただいたんですね。でそのの管理栄養士の方が本当にもう人柄もももちろんもうキャリアも、ね、素晴らしい 方それからねあの栄養士ってはなんて素晴らしい職業なんだろうなと思ってそういう気持ちが芽生え始めたんですねで、まあ、その当時は恋愛も本当にうまくいかず接触障害になってしまってでその接触障害になっていた時にもものすごくこう栄養とかカロリーとかかなり気にしていたっていうのもあってものすごく興味が 出てきたんですねで、まあ、広報という仕事をしながら本当にこの仕事を一生やっていけるのかなっていう将来に対する不安もあって、まあ、自分の未来像がこう,うまく想像できなかったことであとあのいつもこう20代の頃から何かこう 専門性のある仕事をしたいっていうのはずっと心にあったんで、あじゃあもう広報をやめて栄養士という仕事で一本で将来過ごしていけたらなと当時は思って短大に入学しました。あそうなんですねあの結構長くお勤めされてて30代でまた学校戻ろうと思ったら、なんか迷いとかはなかったんですかそ、うん、それはその時本当に、まあ 一番大きかったのは本当にねあの恋愛にうまくいかなかったんですよね。本当私の中ではその時は結婚も考えてて、でももう全然うまくいかずあ私は一人でこのまま生きていったとしたらどういう風に生きていったらいいんだろうみたいなものがあって、こうもう状況が他の道を与えてくれなかったっていうのはありますかね。でまあ性格もあると思うんですけれど、私はもうこうこれだと決めたらあんまり。 周りの人の声が入ってこないという、まあ、上司も、いや、このまま広報を続けた方がいいんじゃない、栄養士なんてなかなか仕事もないだろうし、今から働いたとしても、君に合ってるかどうかは分からないよと、いや、何かこうね、先に動かないと、今の状態を変えないと、何も始まらないなと思って、うん、もう、あまりそんなに深く考えずに、自分をその身に置きましたね。うんそうなんですねはい でそこでじゃあ短大で栄養学を勉強されて、うん、その後すぐまた留学されたんですかそうなんですよ。ま元々あもともと海外での生活、ま、いつか夢のまた夢とは当時は思ってたんですけれども海外で住めたらいいなとは思ってたんですね。そのアメリカの経験もあって、まあ、アメリカの大学を卒業しても10年以上海外には行ってなかったので。 あのでもやっぱりちょっとこう心の奥底にあやっぱり将来は海外に住んでみたいなというのはあったんですよね。で栄養士の勉強をしている時に本当にね先ほども言った通り私あまりその後先を考えずに突っ込んでしまうところがあってその栄養士の勉強している時にね将来どんな職に就けるんだろうってその 入る前に考えるんじゃなくて、入った後にちょっと深く考え始めたんですね。でまあ、調べてみると、なかなかその短大なので管理栄養士の資格は取れないんですよ。管理栄養士は4年の大学を卒業しないといけないので、でまあ、栄養士だとほとんどが、ね、料理を作る、補助をするお仕事とかだったので、こうちゃんとカロリーを計算したり、栄養を計算して、誰かの役に立つみたいなことをなかなかその管理栄養士ではないので、できない。 お仕事が多かったんですねなので,で、まあ、管理栄養士になるにはあとまた2年通わないといけないと考えるとあもうこの2年を日本で費やすなら海外で費やした方がいいかなと思ってあの栄養士の短大を卒業する前からもう留学を頭にあって調べ始めていました。あそうなんですね、はいうん、でそこから一旦ニュージーランドに変えたんですよね。ねそうです でそ,そこでなぜ栄養士になろうと思ってニュージーランドに行ったらオーストラリアで看護師になったのか <laughs> <laughs> そうですよねそうもう本当に <laughs> 本当にもうそうですよねあのニュージーランドを選んだのは学費が一番安かったっていうのもあるんですけれどあとは えっと、3年で栄養士になれる、ね、3年勉強したら栄養士になれるっていうのもあったっていうのと、まあ、ニュージーランドには行ったことがなかったのでちょっと行ってみたいっていうのもあったんですけれども、まあ、そこで勉強を始めましたただ、まあ、ニュージーランドはね人も優しくてとっても素敵なところでまた、ね、あの旅行でも戻りたいなと思うんですけれども、まあ、住んでいた地域がものすごく寒くてでそれからまあ当時住んでいた家のフラットメイトの騒音がすごくてもう でまあね、そのお家では1年間の契約だったんでなかなか契約も解消もできずあもうどうしたらいいんだろうとこんな生活を望んで海外に来たわけじゃないのにと思って日本から出てきてせっかく、ね、日本から出てきて独り身で住む場所も自由に選べる立場なのにどうして、ね、自分が幸せになれない場所に居続けるのかなと思ってうん、うん、あそしたらもう自分が住みやすい環境に移動 すればいいんだと思って、ニュージーランド留学半年後に、オーストラリアはそうだ。もうちょっと暖かいから、オーストラリアに行ってみようと思って、オーストラリアの大学を探し始めて、栄養学専攻で最初は編入しましたうん。そうなんですね。はい、なぜ看護師に？それで、栄養学の、また、これも私のちょっと性格なんですけれども、すごくね、やりたいことがコロコロ変わっちゃって。 もうあんなに情熱があった栄養学栄養士への道なんですけれども勉強していくうちにうんなんだか違うなと思ってで、ね、栄養学でもやっぱり解剖学とか勉強するんですよね解剖学、まあ、体のことを結構ね、まあ、深くニュージーランドでは勉強したんですけれどもそれであすっごい体って面白いなと思い始めて栄養士への情熱とか栄養学への情熱は失ったんですけれどもその医療に関する まあ人間の体に関する興味を増すばかりで、えっと、当時ホストファミリーと住んでいたんですねオーストラリアででそこでホストファーザーの方が看護師で,で、まあ、お話を聞いているとあ看護師もいいなということでじゃあこんな情熱がなくなった栄養士の勉強をずっと嫌々というかね、まあ、ちょっと辛いなと思いながら続けるよりも じまあラッキーなことにーそのオーストラリアでも栄養士だと3年間かかっちゃうんですけれども卒業にもともと4年間で私はもともと栄養士の短大を卒業したんで1年免除されて3年なんですけれども看護師だと聞いたところによると2年で私はもう大学を卒業してるのでなぜか2年で看護師になれると聞いたんですねでまあそしたら学費も福祉もすごくカツカツだったんで、まあ、じゃあ 看護師になってみようと思って、まあ、いろんな要素があそうなんですね,そうですねそ。私の背中を押して。<laughs> あそういういことなんですね嫌だったらまた帰れば何か見つければいいかなと思って、まあ、動くことがまず大切かなと思って看護師の学科に入りました。そそんんんんなななスイッチとかかででできるもすすう、まあ、ラッキーなことに栄養学と看護学ってあのヘルス という大きな学部の中の専門が栄養士、うん、看護師、それかまた違うものみたいな、その健康学部の中の一つだったので、かなり移動は簡単だったんですね。まあ、それは、うん、はい、ラッキーでしたね。多分もっと全く違うね、こう、経済学とか、会計学とかになると、まあ、ちょっと1年待たないといけないとかあったかもしれないんですけれど。それで,そ,で、ね、その時のホストファミリーのお父さんに、はい。 君には無理何 <laughs> かそのフスファミリーのお父さんの方も3030、まあ、30代を過ぎてやっぱりあの看護師ってとてもお給料がいいのでオーストラリアであの、まあ、子供ができたということでああちょっとお給料のいい看護師になろうと思ってその彼も30歳を過ぎて看護師の勉強されて看護師になられたんですね。 でそこでもういろいろ留学生を見きたけれども特にアジア人の留学生はその英語もそんなにすごく達者ではないし、まあ、君と喋ってても君もそんなに達者じゃないしそれから課題も多いし、まあ、実習になったらそんな君みたいな英語力で患者さんを見るのはかわいそうだしなんか僕はおすすめしないみたいなで僕でもオーストラリア人の僕でもなかなか仕事もバイトもできずに本当に。 ずっと勉強してやっと卒業できたようなものなんだから君みたいにあ看護師になりたいってこう片手まで思ってそういう人はきっと無理だしあの仕事も今なかなかないしもう絶対に諦めた方がいいって言われたんですよねで,でもねなんかそう言われるとうんそんなことないんじゃないかなと思って <laughs> またそこでちょっと闘志が湧いてそうですね まあ、あんまりネガティブな言葉っていうのは耳に入ってこない性格なのが不幸をうしたのかもしれないですね。自分のことはね自分が一番よくわかってるので。あ,あそうですよね。普通そうは思わないんですけど、ね、そ,れそれを思ってるのがすごいですよね。じゃあ、えっと、看護師さんになるの大変だったんですか そうですねただ、もうあの、まあ、解剖学とかね薬品名、医療英語がね覚えられるかなって心配してたんですけれども、本当に医療関係が大好きなので、勉強するのがすごく好きということに気がついて、とても楽しかったんですね、個人的には。しかも、まあ、よく 聞かれる質問が医療英語って難しいですよね私にはちょっと無理かもしれませんっていう質問がよく来るんですけれどもでもね考えてみれば周りのオーストラリア人制度にとっても医療用語とか、ね、解剖学とか薬品名って本当にね全く初めてのことが多いんですよね。まあ、日本語でもそんな、ね、難しい薬品名とか 体の細かいことを聞かれても日本語でも答えられないのと一緒でもうみんなオーストラリア人も外国人も関係なく一から勉強するっていうのは変わらないのでその大変だったっていうのはおそらく私も大変だったけれどもオーストラリア人の現地の人も大変だったと思うのでそんなに日本人だから大変だったっていうのはその勉強に関しては ななかかったかもしれないですね、まあ、課題の,その文章を書くっていうのはちょっと難しかったので他の人にこうね文章を直してもらったりするのは論文の書き方とかもちょっとそれは苦労しましたけれどでそれ以外に大変なのはまあ医療英語を覚えることに関しては大丈夫なんですけれども例えば日本だとねバファリンっていうと頭痛薬とかそういう簡単な常備薬っていうのは ね、わかりますよねその薬名を言われたら簡単な薬だったらだけど私それも知らなかったんですよねうん、うん、こっちに来るまでアメリカだったらタイレルノールって言われたら、うん、あはいはいタイレノールねってでもそういうことも知らなかったので、うん、そういうみんなが知ってる基本的な医療のことを全く知らなかったっていうのは大変だったかなと思いますね。でああとあの 看護を勉強する前までは、その知ったかぶりをすることが多かったんですよね。英語で。 なんか分からないことがあっても、おー、うん、ブルーイとか、あ、uh、あ、huh、とか言ってると、る適当に流せればね、会話もまあ通じてきても、あとでちょっとこう文脈から理解すればいいかなと思うんですけれど、うん、看護の実習に行った時にに、ね、実際に患者さんの看護に携わったり、看護師から、ね、何か頼まれたり、医師からオーダーがあった時に、知ったかぶりっていうのは絶対できないので、まあ、そういうことになれるのが大変だったかなと思います。うんうんうん あ、なるほど。あの、日本で看護師さんをされていて、もし海外で働いてみたいってなったら、はい、オーストラリアだったら、どういうルートがあるんですか。そうですね。ちょっと、あの、日本の看護師さん、今ね、かなり、あのー。 変書き換えというか、日本の看護師さんがオーストラリアに看護師になりたいときのまあ書き換えのルートっていうのがちょっと変わった、私、今、わからないんですけれど、まあ、全く看護をしたことがない人がこっちに来るんだとしたらこっち、オーストラリアの看護師って全部大学に行かないといけないんですね。大学は基本的に日本の大学を卒業している場合は、どの学部でも1年免除されて、2年で卒業できるんですよね。 そう、二年間、あの、大学に通って、で、専門学校とか、まあ、大学を卒業しない方は。三年間、こちらの大学に通って、卒業できると同時に、看護師になります。あ、そうなんですね。なんすあ、そう、あ、そうなん。え、国家試験とかないんですか。あ、今のところ国家試験はないです。 へあのアメリカだったら、なんか最初、何かナースの資格があって、それからリジスタルナースの資格があって、うんで,ね、で、最後、なんか、ね、ナースプラクティショナーの資格があるんですけど、うん、なんか、そういうのはないんですかそうですね。こちら、まあ、循看護師といって、循看護師はまあ大学じゃなくても、まあ、専門学校のようなところでトレーニングして、循看護師になって、まあ、循看護師のまあ上とかいうのはちょっとおかしいんですけれども、まあ、ランクが上がるというかね、あの給料が上がるのは、その、 看護師が大学を卒業したら大学で看護師になる。で,ね、で、看護師になった後に、その何年かと忘れたんですけど、働いて、か、もう大学院の、大学院マスターではないんですけれども、サーティフィケートといって、大学院のまあ片足突っ込んだみたいな感じのね、こう、えっ、ー、と、単位を、2単位かな、2つの教科を。 パスして一、まあ、年かかるんですけど、その資格を取って、まあ、面接の試験に受かれば、クリニカルナースっていう、ちょっと上のランクの、普通の看護師よりも上のランクに、そうですね、すね行けますね、まあ。ナースプラクティショナーの仕事もあって、ちょっと難しいんですけれども、ナースプラクティショナーの仕事も、そのマスターかな、私もあんまり詳しくはわからないんですけれども、勉強することもできますね。うんうん、そうなんですね。 あとはマネジメントに行くとか、市長とか、うそうですね、ディレクター・オブ・ナーシングとかその、うそういう道もあります。教育係になったりとか。その看護学科の時って結構、皆さん、年齢とか、ババラバラだったんですかそうですね、もう本当にもう18歳から、私の友人で50歳から初めてナースの勉強を始めたという人もいるし、 あと、準看護師で働きながら、定年前に看護師になりたいな、やっぱりと思って、55歳くらいから、看護師の勉強そうなんですね、始めて、最後の3年、定年までの何年かは、看護師として働きたいって言ってきたりとか、あと、本当にもう、妊婦さんがいたりとか、子供を連れながら、ちっちゃい子供を連れて、一緒に授業を受けてたりとか、本当にあの勉強のやる気があって、その環境が許すんであれば、 皆さん勉強されるので全くその何歳だからっていうのはないですね。うんあのじゃあオーストラリアの看護師さんってなんか日本と比べて違うところとかありますかそうですね。まあ一般的に言われているのがまあ有給の取りやすさっていうのがあると思うんですね。でまあ年休は6週間で病欠は10日間。 で10年勤めれば、年休の6週間プラス13週間の有給がもらえるんですね、1年って。だからもう本当、3ヶ月、4ヶ月間ぐらいを有給で休めるんですよね、10年ぐらい働けば。3休、まあ、は14週間ほど取れて、3休、まあ、も年休も、もしちょっと長めに取りたいっていうんだったら、1日のお給料半分だけの支払いにして、倍の期間をお休みを取ったりするっていうことも、相談が必要なんですけれども、ありますね。 でまあ、その有給も全く文句は言われないし、有給2週間、この間私も取ったんですけれども、その有給前とか、みんなに言いふらすみたいな、<laughs> 有給明日から有給だよみたいな、<laughs> みんなも楽しんでねっていう,こう、上の方もやっぱ有給はすごくこう、自分の体がね、あの <laughs> 一番重要ですから、まあ、患者さんのお世話をするのも、看護師が元気じゃないと。 いいケアが提供できないので、まあ、やっぱり自分の,けんその、ね、看護師の健康をまず第一に、この上の方が考えてくれるのがいいかなと思いますね。あと残業もね、あの残業するとね時間管理ができない人と思われるので、残業はほとんどないとかね、上下関係がないとか、ありますかねうんうんかいいんですか、皆さん、あの職場の人って。<laughs> あの人によりますかねあの、場所によりますね、やっぱりあのすごく女性が多いところなので、やっぱりちょっとゴシップとかが多かったりするんですけれども、比較的私が今まで働いてきたところは、みんなあの比較的仲のいい大人として、そうですね、仲良しですね。うんじゃあ、今は ICU なんですけど、はい、お仕事の魅力っていうのは、どういうところにあるんですか そうですねあの大変なことも多いしね仕事のことで毎日ってかまあ毎日じゃないですけど時々泣いちゃうこととかね落ち込むことなんかもうしょっちゅうなんですけれどやっぱり一生勉強し続けられるっていうのが一番の魅力ですかねで毎日毎日何か学びがあるっていうこういつもね何か脳みそが動いてるっていうのはうん、うん、<laughs> とても いいいなと思いますまた、うん、転職私本当に先ほどもねいろいろ私なんかやりたいことをどんどん変わるように飽きやすいんですよねなので看護師っていうのはいろんな病気があっていろんな病棟があって専門があってだから自分がもし ICU に飽きたらまた次に行けるですね違う場所違う体の部位を見ることができるみたいなのはすごく楽しいしやっぱり人間の体なので。 ね、なんかもう医療のこと全般がすごく好きなのでこれは天職だなと思いますね。うんうんすいいですね。なんか看護師さんってじゃあもしかしたらお医者さんよりもこうフレキシブルに動けるみたいな感じなのかもしれないですね。そうかもしれないですね。まあ、ねお医者さんよりもまあ責任がないといえば全然ないんですけれどもそれもまあいいところといえばいいところでうん、うん、そうですね。あのすごく 私は心臓、ずっと心臓の循環器系だったんですけれども、やっぱりもうちょっと勉強したいと思って ICU に移ったんですけれどもうこう、そういう,こう自分の,あの学びたいという意欲によって、いろんなところに移れるっていうのは、とてもいい仕事だなと思いますわかりました、ありがとうございました。じゃあちょっと、チャコンさんご自身のことをお伺いしたいんですが、はいはい、ご自分の中でブレイクスルーがあった出来事ってありますかなんか ちょっとうす、ねうん、一番思ったのはアメリカの大学を卒業したあとねアメリカで仕事を、まあ、20代の前半の頃なんですけどアメリカで仕事を探さなかったのは本当に自分に自信がなかったからなんですね、うん、で自分の英語にも能力にも自信がなくて本当に、ね、怖がりで失敗したらどうしようとかそれでいてね人からそう思われたくないこの自信がないように思われたくない なんか失敗するように思われたくないっていう、ね、変なプライドがあって、まあ、例えばね努力しても就職がうまくいかなかったりね努力がかなわなかったりしたらがっかりするその気持ちを味わいたくないっていう気持ちがとても強くて自分が、ね、できるかわからないことに挑戦するっていうことを20代のうちはできなかったんですよねその性格的にも。であのまあ、30代で栄養士に の勉強をしてそれでもちょっとそれも、まあ、挫折といえば挫折して、まあ、看護師に路線変更してで40歳に差し掛かる前に看護師の勉強ということで貯金もどんどんなくなってこれで看護師になれずに看護師になれても永住権が取れなければ帰国することになってしまってで、まあ、同時期に学生時代にねシェアハウスに住んでいたんですけれど ワーキングホリデーで来ていた日本人のシェアメイトからも、いや、ちゃこなさん、看護師になっても、永住権取れずに帰国ってなったら、本当、完全に負け犬ですよ、日本では、ね。笑われちゃったりすることもあって、まあ多分彼はね冗談で言ってたんだと思うんですけれど、まあ、看護のね勉強や実習も大変な上生活費を稼ぐためにバイトもしていたので、まあ、もう本当、何度もね、あこれはもう限界だな、私にはできないかなと思ったんですね。でもうその時に もう排水の陣なので <laughs> これを乗り越えたら自分は人生で初めて自分の限界を超えたことになるから、まあ、その時は自分を褒めてあげようと思って踏ん張って何度もその自分で設定してしまっていたゴールとかあの、まあ、限界を超えて超えてってやっとできるようになったのが30代後半の,その看護学生だった時でやっとその目標を達成できることができたっていうのが、まあ、ブレイクスルー。 だったんですけれどまたその一つの気づきがいつもなんかあの人は運がいいなあなんか運が良ければ何か人生が回っていくなと思ったんですけれどあの20代の頃はだけどその努力して思ったのがあ限界までね努力しても運次第で叶わないこともあるんだけどそうやってものすごく努力しないとその自分が本当に欲しい運っていうのは回ってこないんだなと思って。 それはちょっとこう。30代の後半で学んだことかなと思いますね。うん、そうですね。え <laughs> はい、看護師の資格を取って、うん、も就職できないことなんかあるんですか？はい、全然あります。もうこちらは私が卒業した時は特に就職なんで、あの政府がえっと医療のバジットまあ予算をね。かなりカットして、病院の看護師も1000人ぐらい。 解雇されたか何かですごく、すごくそういう動きがあった年だったんですね。<laughs> で,ね、はいでまあ、こちらはとても厳しくて、公立病院と私立病院に分かれているんですけれど、公立病院は、ま,あ、まずはオーストラリア人から取って、次はニュージーランド人、うん、次は永住権を持った人で、最後にポジションが余れば留学生、まあ、働けるビザがあるけれども、永住権のない留学生。 っていうふうに、雇用の順序が決められていたので、もうそれは本当に本当に、針に糸を通すような、うん、<laughs> ことでしたねえすごいもったいないですよね。だか宝の持ち腐れですよね。そ,よね <laughs> そんだけんに教育をして。うん、だけどねけ、まあ、オーストラリアで看護師になっても、日本でその看護師の免許は使えないので、うん、また日本に帰ってしまうと、一から何かをやらないといけない。 本当もういつもストレスで <laughs> あのあもうダメかなもうダメかなって毎日過ごしてました。<laughs> わすごい。じゃあこれからどんな世界を作って、うん、その中でどんな役割を果たしていきたいというのがありますか、はい、そうですねまだその具体的に何かっていうのは全くなくてまだね ICU に入って。 今、6ヶ月くらいなので、でまあ、1年間のプログラムに入ってるんですね、ICU、ナースを育てるための1年間プログラム。将来的には、何かこう、ね、医療英語とかこう、医療英語を勉強したいなと思ってる、まあ、日本人の方でも、まあ、インターナショナルな方でも、何かこういうコンテンツを作って発信できたらなと思ったり。まあ な本当に具体的に全然わからないんですけれど私30代の時に日本にいてその30代で独身で、まあ、仕事のキャリアといってもそんなねあのキャリアというキャリアもなくてそこから一からまた何かをやりたいと思う時にすごくこう世間がなかなかこう、うん、ねかなり、ままあ、気にしないんですけれどもやっぱりその世間の風がきつかったりとか、うん、本当30代なんてまだ人生の。 3分の1とかね半分にもなってないのになんでここで諦めないといけないんだろうっていうことがすごくあったので何かそういう女性、まあ、特にね日本の女性のそういう,こうやる気はあっても何か周りの風がきつくてなかなかできないとかねそういうこうなんていうのかなもがいてる人たちの役に立てたらなというのは将来的にあるんですけれども全くね、うん、何をしたいというのは。 ないんですけれども何かこう私の経験からもできたらなっていうのはありますかねうそうなんですねありがとうございます <laughs>、はい、そうですよねありがとうございますでもなんか責任とかねなんか周りがみんな結婚していって子供とかできていったらんなんか自分だけなんかやってないとちょっと悪いみたいなう,、ね、うん <laughs> 感じなままそんなことはなくてね、本当に、うん、人にはいろんな人生があるので,、うん、で、何かをこうしてるからすごいとか、そういうのは本当になくて、自分軸で、自分が幸せなら本当にそれでいいと思います。うんそうですね、ありがとうございます、うん、じゃあ、今、もやもやしてるけど、これから自分の道を作っていきたいと思っている人に、一歩を踏み出すアドバイスがあれば教えてください。 ね、この私は本当にもう違う国でね仕事をしているというだけで特に何も達成していないのでそんな私がもうアドバイスっていうのもおこがましいのでね <laughs> あのこれがまあ結果的に良かったかなと、まあ、自分自身が思うことなんですけれど。 あの何をしていいかわからないとかね何が自分に合ってるかわからないとかとりあえず興味のあるものをやってみるけど、ね、なかなか長続きしないってね私本当にずっとそんな感じで、まあ、お金もかかるし時間もね若いその20代の時間もすごくどんどん無駄にしちゃってと当時は思っててねでそれで悩んでいた時に母親からやる気とか興味っていうのは出そうとして出るものじゃない。 で特に年齢をね重ねてくるとなかなかそういうやる気とか興味っていうのは湧いてこないものだからあれがやりたいこれがやりたいって思えることはすごくラッキーなことでそういう思えていることを幸せに思いなさいって言われたんですね。でまあ、今思えばもちろんまあ自分のやりたいことが明確に分かってて それに対してねまっすぐ到達できるのに越したことはないんですけれども、ね、私みたいに結構こういろんなものに興味ができちゃう人は興味があることをねとりあえずやってみて、まあ、そのねもう ちょっとずつのその興味をやってみることがその点が線となって今のね転職だなって思えるオーストラリアでの看護師の仕事にたどり着いた気がするんですねだからまあ今ねちょっとモヤモヤしている方たちはね常にあのアンテナを張っておいてまあ自分が何に興味があるのかなってねその少しでも興味を持ったものに従って動いてみるということをねまずは第一歩として捉えて ね、試してみてみもいいいかなと思いますずっとその同じ場所にいるよりも何か一つ少し行動を起こすことで何かがねおのずと動いてくると思います。で自分のね夢とか目標を否定する人とかねばかにする人のことがちょっと耳に入っちゃう人はそういう人たちとは本当に距離を置いて。 ね、大人なんですから、大人のいいところはね、付き合う人を選べるということなので、逆にね、話していてワクワクするような人とか、共有できる人とか、目標とする、ね、あこのいう人になりたいなって、目標とする人だけを付き合いするっていうことも大切じゃないかなと思いますね。うそうですね、周りにいる人とかも大事ですもんね。そそうですねすやっぱりそのうん、うん ね、言葉っていうのがあって、ネガティブなことをね、うん、ね思ってなくても、相手がからそういう言葉のネガティブな子供のシャワーを浴びることで、うんね、あまりこう、ね、その自分の人生がいい風にいかない気もするので、うん、やっぱりね、自分がこうワクワクできる人、お互いをいいあの刺激を受け合える人っていうのは、そうですね、周りに置けばいいと思います。うん、そうですよね。うん、あとなんか、 さっきおっしゃってたんですけど、はい、毎日勉強できるのが楽しいっておっしゃってたんですけど、うん、なんか私はなんか大学生の時とか結構不真面目だったんですけど <laughs> なんかあんまりこう <laughs> 好奇心はあったけどそこまでなんだろうなんか卒論のテーマとか考えるのすごい大変だったんですけど、うんはい、なんか今とかすごい知りたいこととか。 すすごいいいっぱ出てくるんでよそうですよね。ゆりさんきっとゆりさんも本当にいろんな方とお話しされていろんな行動にいろいろ移されているのでそこからこうそう動くことであこれ知りたいあれ知りたいっていうの大人になると本当にそういうことは楽しいですよね。そうですね。知りたいことがどん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 出てくるっていうのは本当に素晴らしいことだと思います。そうですねだかからなん ね、20代大学卒業してとか20代後半でとか悩む人もすごくいっぱいいると思うんですけど年取っても楽しいっていう年、まあ、をね取ってるんじゃないですよね <laughs> 本当にあのね本当にねもう44歳になっ思うんですけれどもう20代なんて子供ですもう20代のうちは何をしても何を失敗してももうどんどん人に笑われてバカにされてあもうとでも自分のことを信じて 自分の言葉に耳を傾けて本当にあの自分がしたいと思うことをどんどん突き進めばいいいと思います、うん、どんどん失敗してもいいし、うん、もうやりたいことがわからないんだったらもういろんな人がねあのやってることをちょっと真似してやってみるとか <laughs> してもいいし何かね動くことで何かがこう自分の金銭に触れるものが。 出てくると思うんでね本当にあの30代なんか、本当に若い30代でおばさんとかいう人も本当にマジで、もう変わって当ですね。そうですね、本当にね、人生ね、40代でもまだ半分生きてるかぐらいですから、これ今からね、こうしおれちゃってどうするのっていうのはありますよね。そううですすねありがとございまありがとうございます。 じゃあ最後にチャコナさんのことをもっと知りたいとか、はい、もっと発信を知りたいっていう方がいらっしゃったらどちらに行けばいいですかはい、はい、先ほどあの最初にもちょっと少しだけ告知したんですけれどインスタグラムでオーストラリアでの看護師生活とかねあの国際結婚生活などいろいろイラストにして書いています。カタカタナナでチャココまたはアアンダースコア CHACONA で検索してみてみくださいで今はね、ちょっと忙しくて半年くらい更新できてないんですけれども、医療英語のポッドキャストもしています。Apple Podcast、Google Podcast とか Spotify、ね、で配信しているので、また興味のある方は聞いてみてください。 ありがとうございます。もう、あの、イラスト面白いからおすすめです。また書きます。ちょっとね、更新がなかなか、あの、忙しくて。え、あれ結構時間かかりませんか結構4時間ぐらいね、日の投稿にかかってるんですよ。すごいです。今日なんかちょっと色にこだわりが。ああ、なるほど。すごい、すごい、うん、すごい面白いんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。 はい、じゃチャコナさん今日はどうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございましたお世話になりました最後までお聞きいただきありがとうございました実はこのポッドキャストが有料級だというお声をよくいただきますもしこのポッドキャストがあなたの人生で何かお役に立ったことがあればぜひご家族お友達会社の方など周りの人とシェアしていただけると嬉しいです配信登録 星マークポチッとレビューの方もよろしくお願いいたします。現在、セルフコーチングワークブックやアクションプランニング、瞑想マスタークラスの動画など、無料のコンテンツをまとめたライブラリーへのアクセスをプレゼントしています。ショーノートのリンクから登録してください。また、無料の Facebook グループ、Happily Ever After Mirai Design ではメンバーを募集しています。世界各国から自分を 自分も世界も良くしていきたいと思っている女性が参加されています。こちらもショーノートのリンクから参加登録をすることができますのでよろしくお願いします。ご自分のリミットを破って新しいレベルで人生を作っていきたい方のためのコーチングプログラムに興味がある方は、ホームページ w w w u r i d m e d i a c o m をご覧ください。こちらもショーノートにリンクがあります。